皆さんこんにちは。今回は大田区の高級住宅街大森山王をご紹介します。大森というと繁華街をイメージする人も多いと思いますが、大森駅の西側に広がる大森山王は大正時代から文化人が暮らしていた住宅街でした。今回の動画では現在の大森山王の住宅街の様子と今から約100年前文化人でにぎわっていた場所をご紹介します。このチャンネルでは東京周辺の魅力的な街をご紹介していますので、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは大森駅の西口を出て住宅街へと向かいます。駅前の池上通りを蒲田方面に向かって歩いていきます。この映像は池上通りを蒲田方面から撮影したものです。この道は八景坂と呼ばれ、江戸時代この坂道からは大森海岸や房総半島など8つの美しい眺めが望めたため、その名が付けられたそうです。今は京浜東北線がよく見えます。それでは八景坂から大森山王の住宅街へ入っていきます。高級住宅街はどこも高台にあるのがお決まりです。大森山王の住宅街もこの暗闇坂を登った先にあります。石垣と高い塀に囲まれている暗闇坂は高級住宅街への入り口感が漂っています。暗闇坂を登り切ると右手に山王公園があります。以前この場所には大森ホテルというホテルが建っていました。大森山王は大正時代文化人や実業家財界人が集まる社交の地でした。彼らはこの場所にあった大森ホテルで食事や宴を楽しんでいたそうです。山王公園から5分ほど歩くと大きなテニスコートが見えてきます。大正12年にオープンした名門の大森テニスクラブです。大正時代テニスをする人がどれだけいたのかは分かりませんが、大森山王がハイカラな場所だったということは容易に想像できます。テニスクラブの周辺には瀟洒な住宅街が広がっています。大田区内で三大高級住宅地と昔から言われているのが田園調布、久ヶ原、そして大森山王。大森山王が高級住宅街になった理由は地盤が強い高台で眺望が良かったためです。何の記事で見たのかちょっと忘れてしまったのですが、この辺りは150坪で5億2000万円で売り出されていた土地です。ご覧のように大森山王は
豪邸街というよりは、瀟洒な建物が立ち並ぶ、洗練された雰囲気の街です。今、ご紹介しているのは、大森山王の2丁目なのですが、2丁目の住宅街は坂道が多く、また、第一種低層住居専用地域ですので、コンビニも飲食店もありません。続いて大森山王1丁目の住宅街をご紹介します。この道は池上通りから神七通りへ伸びているジャーマン通りです。ジャーマン通りの右側が大森山王1丁目、左側は先ほどご紹介した2丁目です。ジャーマン通りを200メートルほど歩き、右に曲がると山王小学校があります。6年生の 95% が中学を受験する名門小学校で、越境入学者も多いそうです。また、在校生の世帯収入は714万円で、大田区内では3番目に親の収入が高い小学校として有名です。小学校の先へと歩いていきます。この辺りが大森山王1丁目の住宅街です。1丁目には先ほどの山王小学校や児童公園などもありますので、子どもたちの声がよく聞こえます。また、1丁目には飲食店や八百屋さん、クリーニング屋さん、美容室など商店もポツポツとありますので、2丁目の住宅街よりも生活感があります。今回は大森山王をご紹介しました。大田区の高級住宅街といえば田園調布が有名ですが、大森山王は田園調布が開発される30年以上も前、明治22年に分譲が始まった知る人ぞ知る高級住宅街です。大森山王の特徴は閑静でありながら比較的駅にも近いので生活がしやすい点だと思います。戸建てでも5000万円くらいから売りに出ているようですので、手に届く高級住宅街といった感じではないでしょうか。大森駅の西口は再開発によってこれから新しい商業施設や道路が整備されるようですので、大森山王の住みやすさはさらに向上すると思います。ご視聴ありがとうございました。